私たちのことで城から知らせが届いているかもしれませんね。謁見はどうだった？すまないイルゲス、話はまたの機会にしたい。すぐ立てるか？まあできないことはないが、何か急ぐ理由でもできたのか？急ぐ必要はなくなったよ。アルビン、やつら今頃せっせと山狩りでもしてるからな。お前が手土産のつもりか？土産も何も仲間だろ俺たち。なんだよ、信じられないって？お前たちが信じてくれてるって知ってる、そう言っただろ。まだ俺のこと信じてくれるよな？サンキューな、ジュード。おかえり。帰ってきてくれて嬉しいです。なんだそれ。とにかくしばらく時間は稼げそうですね。事情は聞かない方が良さそうだな。まったく、君たちと関わっていると飽きないよ。私はワイバーンの檻の前にいるので、飛ぶつもりになったら来てくれ。いよいよ。準備ができたら出発だね。あ、待ってアルビン。まだ納得いってないってか。他の連中も大体同じってとこかな。しゃあないか。3人で初めてニアケリアに行った時だよ。社から俺一人でどこかに行ったろ。確か私が社を出るとジュード一人でいた時だな。そう、その時だよ。ウィンガルと会ったのは。密約を交わしていたのでは？いざとなればミラさんを引き渡すと。アルビン君ひどい。やっぱミラやジュードを裏切ったんだ。待てよ、確かにあの時はいろいろ考えてたけど、今回は逆にそれが利用できると思ったんだ。ワイバーンの許可が下りたのだって事前に話を通してたからなんだぜ。え、それってガイアスの前で裏切ったのは？そう、あの場で裏切ったふりしてなきゃワイバーンも使えなかったってことだから、わざわざシャンドゥとは真逆に逃げたって嘘ついたんだ。僕はアルビンを信じたいけど、まだそうだったな。あのプレザという女だ。キジル海爆の時といい、知った仲のようだったぞ。何が聞きたい？あのプレザって人、どういう人なの？あ、アルビン！なんだ、泣いて。泣いてなんかない。ただ僕は、
出会いは俺がナシュガルの情報機関に雇われてた時だよ。あいつはアジュールの工作員としてイルファンに潜入中だったけどな。それでその後個人的になんつうのよ、いろいろあったのは聞かないでくれよ。納得はしたけどまだ信用しきったわけじゃないからね。ジュード君は可愛いね。なんだよそれ、僕は怒ってるんだよ。わかったわかった。アルビン、最後に一つだけいいか。何なりと。お前が私たちに肩入れする理由を教えてほしい。メリットがあるのか。今さら聞く？優等生やみんなが大好きだからに決まってるでしょうよ。嘘つきやがって。なんだそれ、ちょっとひでえじゃねえか。あら、ジュード君、また会ったわね。カーラーアウトへよ、よろしく。レイヤです、レイヤーロランド。ねえ、そちらの彼、前にこの町で会ったことあるわよね。アルビンだ、ブラブラしてるからな。どこかですれ違ってても不思議じゃないよ。そういうあんたこそ、宿暮らししてるところを見るとこの町の人間じゃないんだろ。ええ、家はカンバルクよ。わけあって出て長いけどね。私たちもカンバルクに行ったんですよ。大変な目にも遭いましたけど。大変な目、そう。ところでジュード君たち、ガイアス王には会った？厳しい人だけどすごく国民のことも考えていて、なんだかすごい人でした。そうかもだけど、あの人怖いよ。もうちょっと愛想よくすればいいのに。ガイアス王だって初めからあんな人だったわけじゃないのよ。ファイザーバード海戦って知っているわよね。20年前ファイザーバード荒野で起こったラシュガルとアジュール連合軍の争い、原因不明の大津波によって事実上の終戦を迎えた歴史的大戦だよ。ついでに言うと、大津波以降冷静は大変動して荒野は一転、流氷渦巻く不毛の荒野となり、ファイザーバード荒野と呼ばれるようになった。ああ、思い出した思い出した。あ、例のあれか。うん、あれだ。忘れたんじゃないんだレイヤ、それなりに衝撃なんだけど。知らなくたって恥ずかしがることないわ。今からだって覚えられるわよ。カーラさん、いい人、大好き。ジュードも見習いなよ。はいはい。ガイアス王は別の部族出身ながら、最大部族のロンダウ族の一部隊として参戦したの。若干12歳の少年だったガイアス王がラシュガル軍の一翼を崩壊させたのよ。そんな時、ガイアス王は迫る大津波の異変を誰よりも早く察知したわ。指揮を取ったロンダウ族長に撤退を進言したけど、族長は戦局への判断が下せなかった。結果大津波は両軍を飲み込み、ガイアス王の部隊は彼を残して全滅したわ。なるほどね。それがきっかけであんな堅物が生まれたってわけか。とはいえ大方の人間は導いてくれるものが必要だからな。民に信頼されているわけだ。カーラさんって本当に歴史に詳しいんですね。ガイアス王だけはね。うん、訳あり。さてどうでしょう。それじゃあね、みんな。気になるなねえ、ジュード。うん。
ら？どうしたの、柔道くん。カーラさんとガイアス王のことを教えてほしいんです。それはお願いします。カーラさん、レイヤさんは違うけど、柔道くんは単なる詮索ってわけじゃなさそうね。ファイザーバード海戦が始まる頃、私はロンダー族の男性に嫁ぐことが決まっていたの。当人同士が決めた婚姻ではなかったけど、私たちは会った瞬間から恋に落ちた。夫となる人も当然出兵したわ。けど帰っては来なかった。それは大津波で。おいおい、ガイアス王が。夫となる人はロンダウ族長の側近だった。婚姻を控えて功を挙げたかったみたい。きっと私を喜ばせたかったのね。大津波の異変を察知したガイアス王がロンダウ族長へ申し出をした時、彼はガイアス王の意見を非難し、族長から撤退の選択の意思を消させた。ガイアス王はそれで手をかけた。わずかに生き残った人の証言に、あの人が大津波後にも生きていたというものがあった。そしてそばにはガイアス王がいたというが。なんだか信じられない。けどあの人が帰ってこなかったのは事実なの。遺体さえも見つからなかったわ。ガイアス王が直接手にかけたわけではないかもしれない。けど私の問いにガイアス王は何も答えてくれなかった。戦の後、父は病気で亡くなり、兄のアーストも二度と姿を見せなくなった。私はそれ以来一人きりよ。それは恨まずにはいられないよな。アルビン、そんな言い方。ガイアス王への憎しみこそあんたが生きるだけの気力になってるんだろ。きっとそうなんでしょうね。カーラさん、私行かなきゃ。シャンドゥともしばらくはお別れなの。次はどこへ行かれるんですか。アジュールのどこかね。また会いましょう。